皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、GNI の決算が出たので、ちょっと見ていきたいと思います。21年3月第1四半期決算としては、まずですね、利益が 4.3 億円。で、まあ、内容としてもですね、73.3% 増しの6.7 億円、これ利益ですね。で、まあ、前年同期よりも 21.6% 成長しているということで、まあ、シンプルにですね、決算内容は良かったんだと思います。まあ、ただ、気になるのは株価だと思うんですけど、今日111円、111、まあ、5% 下げました。で、決算が良かったんですが、夜間では、まあ、今日下げた分戻したかなぐらいですね。まあ、一時的にまあ2000円近くまで上げてるんですけど、まあ、今のところ90円プラスで、まあ、5%、まあ、なので今日の取引前に戻ったっていう感じですね。まあ、会社自体がですね、売上も右肩上がりでどんどん成長してきてるっていうのは、まあ、自分この GNI を紹介するときに毎回言ってるんですけど、そういう意味ではもう信頼してるし、サプライズではないんですよね。それだけ安心してるというか信頼してるんですけど、なので、まあ、GNI 長くやってるとかも持ってる人からしたら、まあ、高決算はもちろん嬉しいんですが、多分それ以上に、抱き合わせでですね、ちょっと他の薬の進捗情報が出るかなみたいなところだったのと思います。まあ、最後にですね、掲示板をちょっと見ていきたいと思います。さすがに F351 については3月末決算報告ということと、で、まあ、ここの F351 っていうのが今開発中の新薬で、まあ、これがもしですね、できるとものすごい、株価に影響があるというかですね、まあ、2倍3倍じゃ効かないんじゃないかなと思いますが、しかし PTS しょぼい、今日の全戻しすら無理、今の市場は数字がいいだけじゃダメ、まあ、数字がいいっていうのはその決算の結果だけじゃなくて、何らかのビッグサプライズがないと叩き売られる環境、まあ、今地合いが悪すぎるってなりますね。マザーズの人気が低下しているのもあって、日経平均はなんか下げて戻してってなりますけど、今マザーズは一方的に右肩下がりの状況が続いてますので、これってアイスシリーズでブロックバスター間違いないんじゃないかな、すごいね、 F351 くればグニは2本ですよっていうのは、今、まあ、販売してる薬、まあ、しっかり業績残してるんですが、さらにですね、もう一発来ると、もう一個その会社の核となるというかですね、売上の中心となるような、薬がしっかりできると、まあ、柱となるものが2本になるので、かなり強い、まあ、実際結果ももっと出しやすいし安定もしてくるということでしょうね。アイス流医の売上の、まあ、状況もすごいんですけど、 F351 もということで、やっぱ F351 がやっぱ結構出てきますね。高決算おめでとう。F351 の承認申請の文言落ちたおめでとう。F647 進展なし。これはちょっとあれですね、皮肉で言ってるってことですね。近いうちに大型 IR の見込みなくなったのおめでとうということで、販売管理費、人件費、研究開発費すべて倍増での営業利益 85%、 まさに文句なしのサプライズ決算。いや、素晴らしいと思います、ね、実際このちょっと大変な時期にですね、しっかり結果を出してきて、
まあ明日がですね、まあ上がると思いますけど、明日からその株価が右肩上がりにずっと行くというわけではないと思いますけど、まあ地合いだったりとかある程度織り込み済みっていう部分もあると思いますけど、まあ会社としてのは信用とか安心感は増しただけなんでね、あとはしっかり今作ってる薬で結果を出して、まあ2倍どころじゃないところまで行ってほしいですね。3倍4倍以上は。ということで、まあ GNI 決算は好決算でした。今後は今作っている新薬に期待をしたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。